三人組の人気バンドヤバい T シャツ屋さんのメンバーによるある発信が今議論に痴漢をするなこんな当たり前のことを今さら言わないといけないのが悔しい先日のライブ中に痴漢被害に遭った方がいた SNS でライブ会場で痴漢被害があったと説明 ライブを中断させたくなくてその場で声を上げられなかったようで申し訳ないと謝罪したのですその後 SNS 上ではライブ中に痴漢にあった場合どうすればいいのかファンやアーティストがアイデアを出し合うなど議論になりました痴漢に関しては大学入学共通テストなど受験シーズンの今。 こんな投稿も問題に日和試験への遅刻を避けるために被害に遭っても訴えないことを見越しての投稿とみられています大学ニュースセンターは対策として試験会場に向かう際に痴漢被害に遭った場合追死の対象としていますあちこちで対策が必要になるほど 後を絶たない痴漢被害痴漢の恐怖は何年経っても忘れられない人の多い場所だと周りの迷惑もあるし自分さえ我慢すればと思ってしまう被害に遭った人の中には声を上げることを我慢する人もしかし悪いのは加害者 被害者が気兼ねなく声を上げられるようになるためには何が必要なのか。そもそもどうすれば痴漢被害をなくせるのか考えます。はい、金近さんどうでしょうか。いやー、だからこういうのあるとね、うん、こんなところに来るからだみたいな、モッシュがあるから、うん、当たり前だろう、こういうことがあるのはっていう人が今まではすごい多かったと思うんですよ。うん、来るなと。 そういうことが怖いならそもそも人混みに来るなとか、まあ、そういう格好すんなとか、うん、そういう声がなんか昔はすごい多いイメージがあったんですけどやっぱりそのするるが来ななじゃないですか根本的にそこの意識改革みたいなのが最近やっとちょっとずつ進んでんのかなっていう、うん、だからそれまでどれだけ見過ごしてきたんだろうっていうか,、うん、か当たり前に電車内でも時間がすごいあったんだけど、うん、なんか嫌だなって言いながらそのまま なんだろう「気にせず過ごす」みたいな漫画とかも結構ありましたし「はい、今日もまた痴漢だよ」みたいな、うん、そんなことが当たり前になってたっていうのがちょっとえぐかったっていうだけでやっと今うん進んできたんじゃないかなっていうやっぱやってる側が乗るな、ね、来るななんで、うんはい、なんかそこの認識をなんか改めて。 最近やって厳しくなってきたのかなっていう,、うんうねはい、まあ、今お話ししてくださったね、声の上げづらさっていうことも大きなテーマだと思いますから、はい、そこも話していければというふうに思います、はい、ではゲストをご紹介いたします痴漢被害をはじめとした性被害問題に詳しくご自身も司法試験の日に痴漢被害に遭われた経験があるというですね、弁護士の川本瑞希さんです川本さんどうぞよろしくお願いいたします よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあまずはですね長文の投稿ですね実に1200字近い投稿となりましたこの投稿から見ていきたいと思います、えー、痴漢をするなというですねこんな当たり前のことを今更言わないといけないのが悔しいということですね、えー、ライブヤバティの小山さんのメッセージですけれどもライブ終わった後ですねライブを中断させたくなくてですねその場で声を上げられなかったようで申し訳ないということも言っています、えー、痴漢をするような人はあもう来るなと えー、そんなやつ来るなというふうに言っています。はい。で、えー、被害にあったら遠慮せずに声を上げてくださいということも言っているということなんですね。朝倉さんいかがでしょうか。うん、そうですね。あのこの投稿がされる3日前ぐらいに私。 ヤバティのライブ行くぐらいあのーロックがめちゃめちゃ好きなんですけど、はい、あの私も実際ライブフェス中に痴漢にったことがありまして、うん、あのというのもあライブって盛り上がる時に、うん、あの後ろから人が転がってくるんですけど、うんはい、それを受け止めるためにあの両手がもう。 解放されているというか自由が利かない状態の中でこう後ろから胸をもまれるっていうことがあったんですけどちょっと今ちょっとこのお話聞いててちょっと泣きそうになるぐらいこうトラウマなんですけどあのなんだろうこでも私その時声を上げられなくってこんなに盛り上がってる中止めてしまって。 なんか「お前おん黙っとけよ」って言われる空間がすごい怖いし、うんはい、そのなんだろうさっき兼かさんがおっしゃってたように「じゃあ来んな」みたいな、うん、環境から言われるんじゃないかっていう怖さをすごい思い出してしまってちょっと言葉がまとまらないんですけど、うん、でもこの小山さんもそうですし同じメンバーの有ボ,ボさんもあのインスタグラム上で「その、うん 私に声かかけてと「最善の子だったら私に声かけて止めてもいいからね」とかあの投稿で「SOS」の画面掲げてとかそういうなんか解決方法をしてくれるっていう向こうが本当はそんな演者さんにそんな心配をさせてはいけないんですけど向こうが解決策を取ってくれるっていうその声を上げにくい状況での,あのそういうなんだろう 心配させ押ししとか言っちゃだめですけど全然心配させてしまっ、うん、て申し訳ない気持ちもありつつ、うん、そういう行動をしてくれることで減ってくれるっていう制限がつくっていうのがすごい嬉しくて、うんうん、なんかちょっと涙が、うん、いやいやありがとうございます本当にこのね1200字渾身の1200だと思いますよ自分たちの中で起こったことについてでもそうでもしないとね続けていけないしファンの皆さんが非常につらい思いをしてるみたいなことどう向き合うかってすごく大事だなと大田さんどう思いますか、まあ安西 被害に遭った方時間に限らずですけれども声を上げやすい環境を作っておくっていうのはまあ重要なんですけどやっぱり。 当然、それより優先されるのは、そもそもの犯罪を起こさないような。ルールを作っていくということと、機械を作っていることですよね。なんか、あんまり日本で犯罪機械論みたいなのって、注目されないんですけど。やっぱり、その満員電車みたいなところってのは、犯罪リスクが高まるわけですよね。地下のリスクが高いんですよ。だから。電車の中での時間をどうなくすかって、解決策は満員電車をなくすことですよ。まず一つは。それは何よりも、監視カメラを増やすとか、視認性を高めるとかっても、そうなんですけれども。ただ、そうなった時に、じゃ、あライブをなくすのかというと、おそらく難しい話であって。まあ、であれば、なく、まあ、もっとこうスペースを広く取っておく。 とかですね、うんまあ、いろいろ解決策を環境要因的にアプローチするっていうのは日本はあんまりやってないからそこは僕はもっとやる余地があるんじゃないかなとですから痴漢、まあ、電車の話はねまた後ほどですけど、うん、このライブで言うならばさっき言いましたようにライブしてきてね、うん、えそして前に前に送っていくと両手を上げてみんなでその、うん、前に前に送ると非常に密着度が高いと、はい、そういうものだと思って楽しんでるわけだけども、はいえー、そんなところで痴漢をするような人は自分のファンじゃないと来るなと、うん、言ってくれるってことが。がも嬉しい、うん 本当にこちらからしても自分では言えないところを言ってくれる本当にありがすごい感じるのがこれなんか女性と男性の対立に結構なるんですよこういうことが起こると男ってすぐこういうことやるよねみたいなこれって被害者ってやらない男性もみんな被害者だと思うんですよこういう事件が起きた時にそもそもやるつもりもないしそんな考えもないしだめって全員がなんとなく分かってる。 のにこういうことするやつがいるせいで男性もそのやらない男性も被害者になるんですよ。で女性側が男性って本当こういうことしてくるよねで男性側もやらない人からしたらなんでお前らにそんなこと言わなきゃいけないんだって言ってなんか女性との対立が生まれたりするんですよ。これが僕毎回意味分からなくてこれ批判すべきはやったやつなんでだから女性と男性の対立でも何でもないんですよ。 やった人間とそれ以外っていう分かれ方をしなきゃいけないはずなのに毎回なぜか男男性性性性側側はは女女を批批判判したりすするんですよこれがまたなんか僕はややこしくさせててなんか面倒くさいというか違ううぞってていいのはなんかみんな認識してほしほですねそうすることで男性側もその男性を批判する方に切り替わるはずなんで女性ももちろんそのやってないやらない男性を批判するんじゃなくてやったやつを全員でダメですよっていうそれ 性暴力ですよって言っていかないとそこのなん,か、うん、なんか線引きも僕、すごい毎回嫌だなっていうのを感じます、ね、あの大沢さんからも話のあった電車の話にも行きたいんですけどこちらもまたですね SOS なかなか発しにくいという話があってですね、うん、あの非常停止ボタンとかですね SOS ボタンというのが電車についてるんだけどもなかなかこれが押しづらいんですということなんですそうです。それこそですね電車が止まっちゃうと、はい 他の人に迷惑がかかっちゃうんじゃないですかとかですね、えー、そういう意味で躊躇してしまうんだってことをですねまあ、どう捉えるかってことなんですよね朝倉、うん、さんいかがでしょうか、うん、私はもう多分言えないし、うん、あのなんだろう、うん、SNS とかで緊急停止ボタンを押したの誰会議遅れるんだけどとかよく見,、うん、か見てたりとかして<ー>私一人のせいで迷惑かけてこうやって言われるんだとか絶対考えちゃうし、うん、実際私も痴漢された時になんか 気持ちよくて止まるとかじゃなくて思考が全部停止する真っ白になるから、うん、多分何にも絶対にできない、うん、ああそうですか、うん、しかしも今の話の話あの。 イラストも出てましたけれどもやめてくださいというですねお願いベースになって減りだる形になってしまうなぜ被害者が減りだるんですかみたいなこともですねサワンですよね本来はねこれはだから被害者が何かアクションを起こすということを前提にしない方がいいですよねもう一個はすべての人がアクションを起こせるっていう前提もやめた方が良くてこれはですねやっぱりある程度の別にトレーニングまで行かないんですけど例えばですねちょっと違う話ですけど自殺対策とかで言うとゲートキーパーって制度があるんですねこれも民間人の人ですよ一定程度まあテキストみたい 動画を見てもらって、うん、これ自分たちで声かけのアクションを起こそうという人たちをそういうふうに要請をしていくんですね、はい、だから結局まあ時間も一緒でですねすべての人被害者がやるというのは全然無理ですただある程度のちゃんと時間の知識もつけて、うん、被害者に対する対処できる知識もつけて、うん、その上で勇気を持ってソイスボタンを押すということが大事だと分かっている人たちをどう増やすかですよね、うん、でそこに完全にターゲットを絞り込んでいった時にそれは押せる人を増やすということになりますから結果として時間が減るとだから被害者とかすべての人というようなポピュレーションアプローチみたいなのじゃない形、うん なんかその訓練っていうか、うんはい、僕日々のパワハラとかセクハラとか横行してた職場にいたんで NHK に、うん、<laughs> いうたんですけど <laughs> いやそういう中で僕も先輩が被害に遭った中でどうすりゃいいんだって、うん、まさにこう声が上げづらい環境、うん、これを変えるのはすごくシンプルなことだって気づいたんです。うんほうほう 空気をを読まないい人を全力で盛り上げるっていう習慣をつけるっていう習慣つけ普段から<ー>なんか会議でやってるのに、はい、なんか変なことを突拍子もないことを言う人がパンっていた時に「お前そんなこと言うもんじゃないだ」って今までは「うん、あなんかえどういうことですか今の」うん、みたいなふうにして「うん、あねやっていいんだ言っていいんだ空気別に読まなくていいんだ」みたいなのを日常の中に取り入れることで、うん、な,あなんか書道が変わるっていうか。うん いや,やっぱりねそういうのは日常の全然こういう,こう文脈じゃないところから別にいいんじゃんみんなそれぞれいいよ空気破ってっていうのを。 やれる確かに被害者が届けを出を、うん、出さなかった理由、ねえー、まず面倒だったというのが多いんですけど、うん、あと時間がなかったとか勘違いだったら恥ずかしい、うんえー、犯人が捕まらないと思ったショックで何も考えられずというふうに並んでると、うん、まあやっぱり関わりたくないっていう、ね、まず思う中で裁判までなんてとんでもないって、ねうん、なってしまうんだろうなっていうこれとどう向き合うかって浅倉さんどうですかね。いや私は多分もう 早く忘れたかったんで<え>もう多分<え>言,わない言い出さないし多分被害届け出さない,いでも毎日の同じ電車に乗らなきゃいけないとかあ、うん、った場合ってどうしたらいいんですかね,これね必ずそれに乗っていかなきゃいけないとかこう前後ね12、うん、本ずらすぐらいはあるかもしれませんけど、うん、結構大大変なこと私はもう,なんかもうジャージ着てます。 もうジャージを着て絶対にこんな野暮ったい女なんてされたくないだろうぐらいの野暮っぽくわざと演出してっていうことで狙われないようにというでこっちがおしゃれ我慢しなきゃいけないのか分かんないんですけどでもやってます人混みとかにいわゆるワンストップセンターの整備の仕方であったりとかこうした性暴力性犯罪に対してのプロフェッショナルチームの作り方とかまだ都市部はいいけれどもさ地域の警察は果たしてどうなの追いつ 被害者が負担にならないようにというのはありますのでそれこそカメラで全部捉えられていればあとはもう任せて被害に遭ったんですだけで済むぐらいのそはまだ工夫ができる SOS を出しづらい環境があるにもかかわらず SOS の出し方というのは極端で具体的なことを話す実名でとかね実際ゃ警察に行かなきゃいけないとかやっぱもう一つクッションを置くという分僕らがやったら匿名相談も一つそうですけどだから警察には言えないけど匿名でまず相談してという人たちはたくさんいる毎日たくさん相談があるというのはそういうことなん だから、そういう一つ一つステップを踏んでいってそれぞれのケースに合わせて SOS の出し方というのを合わせて必ずしも絶対全員が今すぐ出さなきゃいけないとか我慢は絶対だめだということではないんだけれどもある程度証拠がないと誰かを貶めるためにできてしまうみたいな恐ろしさもあるからそこの線引きは難しいにしてもやっぱり今は被害者に負担がかかりすぎ拘束される時間もものすごくなかったとさまざま議論してきましたが兼近さん、いかがでしょうか。 自分の正解、はい、それぞれの立ち位置での正解っていうのが意外とないと思うんですよ、うん、こういう時誰がどうしたらいいか、えー、じゃあ見てた人どうしたらいいか、はい、これのなんかなんとなくのマニュアルみたいのがあると動きやすいなっていうのをすごい僕は感じるんですよそ,なるほどそれこそこの前本当に最近なんですけど僕新宿駅でえっと男性同士がめちゃくちゃ喧嘩しててもう掴み合いみたいなそれを僕止めに入ったんですね止はい止めに たたら片方が動画を回してててこの人痴漢ですって言ったんですすっっ言んよ、えー、僕しか止めに入ってないで僕もう映っちゃってるんで「うん、あまずいぞ」と「これじゃあこの人痴漢です」って言って逃げるのを止めた場合、えー、じゃあそれが本当じゃなかった場合、うん、じゃあ僕どうなるんだろう,う、ねはい、逆にこれ見逃した場合彼が本当にしてた場合じゃあ僕どうなるんだろうっていう。うん っていう。確かに当事者になっちゃうも被害者の女の子は逃げちゃいましたって言うんですよそれを回してたら逃げるだろうとこんなのらされるかもしれないから被害者でも逃げるだろうって思ったんですけどとりあえず暴力をお互いに振るってたんだからそれの件に関しては警察行きましょうということで駅員に引き渡したんですけど それの正解って、とっさに全員が出ないから、多分喧嘩止めないと思うんですよ。どれが正しいかはわからないですけど、何か持っとかないと、これなんかいろんなことに発生する。で、みんな関わりたくなくなるしね、っていうことですよね。カ鴨さんから一つね、あの、何時ですかっていう問いかけっていうのは、一つの形としてありましたけど。そういうもの、をある程度揃えていって、みんなでこう助け合える。で、どうしたらいいか、わかんないですもんね、結局。僕もわからなかったんで。うん、良かると思ったけれども、場合によってはね、巻き込まれる。この先、どうなるか。 からないっいうことですね。映像を撮られてるんで、はい、そうですね。次回はその話をできるといいですね。もう一歩前に進んでできればという、はい、ふうに思いますね。すねアベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。